アサンプション国際小学校、中学校、高等学校は、大阪府野市しにお国一丁目にある私立小学校、中学校、高等学校。アサンプションは、設立母体の修道会の名称であり、カトリックの教義である聖母の飛翔点に由来する。大阪、北節地区唯一のカトリックミッションスクールである。運営母体は1839年。 フランス・パリで聖マリュージェニーによって創立された聖母非正天修道会。同修道会はアメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン郊外にあるリベラルアーツカレッジのアサンプションカレッジなど世界34カ国で学校運営や教育事業に携わっており海外姉妹校ネットワークを活かした国際交流や海外研修プログラムが行われている。少人数制で 小学校からの12年一貫教育を行っている。ただし、内部進学は強制ではなく、各家庭の方針により、外部の中学や高校へ進学することは可能である。全学で、アサンプション・イングリッシュコースとアサンプショングローバルコースを設置。イングリッシュコースは、小学1年から英語イマージョン教育を導入しており、国語など一部の教科を除き、 授業を英語で行っている。また、両コースともに、高校1年ではフランス語を必修としており、2年3年は選択履修することでフランス語をより深く学ぶことができる。日本では創立以来63年間、12年一巻での女子教育を行っていたが、海外姉妹校のほぼべてが男女教学に転向している流れを受け、二千十七年度より教学化を決定。 また、それまでは、アサンプションの和訳、非少点を公明とし、アサンプションは、英称、略称、愛称として用いていたが、これを機として、海外姉妹校に近い形式の原稿名に、改称した。キャンパスは、美濃産の麓の高台にあり、大阪市内までを一望することができる。また、図書館は、宗教、文学、芸術分野を中心に、8万冊以上の蔵書を持つ。 関西学院大学の協定校であるため、高等学校から同大学へ学年の約3分の1程度の推薦入学枠がある。放送部は20年以上連続で NHK 杯全国高校放送コンテスト全国大会に大阪府代表として出場し続けている。峠工事は阪急美濃駅、北大阪急行、大阪モノレール、千里中央駅、 阪急北千里駅、大阪モノレール、サイト西駅のそれぞれの間でスクールバスを運行している。ありがとうございます。